どうもー、ココロヤミです。今日の動画は、普段なーにもやりたくないヤミが、これだけは続けている、ヨガをみんなに教えてあげるよー。まず一つ目は、戦士のポーズです。右膝引き上げて、足を大きく後ろに引きます。両手骨盤に当てて、骨盤の位置は調整していきましょう。おへそが正面を向くようにします。右足はつま先立ちにしましょう。ここから左膝を曲げ、膝の真下にかかとが来るようにします。それでは下腹部引き締めて、土台を安定させたら、吸う息とともにスーッと両手を引き上げ、手のひらを合わせていきます。手のひら同士を合わせることが難しい場合、肩幅に開いて上げても大丈夫です。深呼吸していきましょう。吸ってー、吐いてー。顎が上がらないように、肩の力抜いてリラックス。吸って、吐いて。それでは、そこから左足を伸ばし、逆を向きます。こちらもおへそを正面に。ここから右膝を曲げ、膝の真下に右かかと。下腹部引き締めて、土台を安定させたら、吸う息で、スーッと両手を引き上げ、手のひらを合わせていきます。ここでも3回。吸ってー、吐いてー、吸ってー、吐いてー、吸ってー、吐いてー。肩幅より少し大きめに足を開いて、そこから肩の高さに腕を90度上げます。上体を右に倒していきましょう。空から引っ張られているイメージ。目線は床、正面、もしくは伸びている左手を見ていきます。吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて。一度床を見て、上体を引き上げて、反対もやっていきましょう。肩の高さに腕を90度、上体左にスライド、体を倒していきます。目線は床、正面、もしくは伸びている右手を見ていきます。吸って吐いて、吸って、吐いて。一度床を見て、上体引き上げて、腕を腰の横に戻します。ここから大きく足を開いて、膝を曲げていき、膝の真下に足が来るように調整します。背中をまっすぐにしたまま、腰を真下に下ろしていきます。両手は肩の高さで伸ばして、肘を90度に曲げていきます。呼吸3回いきます。
って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、開いた足、肘を戻していき、軽く足踏みしましょう。次のポーズは木のポーズです。両足肩幅に開いて、片足かかとをもう一方の足首に乗せます。無理がなければ内ももまで足を引き上げていきます。胸の前で手を合わせてリラックス。逆も同じくやっていきます。下腹部引き締めて、手を胸の前で合わせてリラックス。はい、足を元に戻して、最後胸の前で手を合わせて一呼吸。闇がギャラなしでやってるこのヨガ、もちろんみんなもやってくれるよね。約束だからね。バイバイ。